というような形の作り方をします。でその時に広げる時に木が割れないようにだとか、これ今度はスツールではなくて椅子ですね。背もたれがあるのを基本僕らは椅子とかチェアって言ったりします。腰掛けるだけのものがスツール。基本的にはさっきの幕板型と同じですね。ここに幕板があって足があって幕板がありますよと。で、まあ、ここに補強があってもあると一番丈夫になるんですけれども、でもまあこの方は、まあ、下に何かいろいろ物を置いたり掃除をしたいということでここに通していない形になります。今度はここ背もたれがあります。じゃあさっきの、4本足のここに背もたれをボーンと下からビスか何かで止めて貼り付けたらいいんじゃないかという話になるんですけれども、ここっていうのはこうポンとここにつけただけっていうのでは危ないので、まずそれはやらないでください。はい、必ずここを伸ばします。はい、じゃあ例えばこのまっすぐな足をここまで伸ばすと背もたれを使った時にちょっとこうなんというんでしょう、遊びがない、もう本当にこう正座してるみたいなまっすぐ座る形になりますので、そういう作り方はしません。やはり角度をつけてやるわけですね。で同じくここに抜きを入れて背中を支えるというような形になります。はい、じゃあ、ここで考えることは、こことここがこう斜めになってます。はい、じゃあここまっすぐじゃダメなのという話になるんですけれども、さっきの話と同じようにここが接地面がまっすぐ下に下がっているところよりもこの背中の部分が後ろにあると不安定なんですね。こう体重を後ろにかけた時にすぐこうガタンとなってしまいます。ですのでここからまっすぐ下ろしたところよりもできるだけ外側の方に下ろしてやった方がいいですね。だから、こういうふうに角度をつけましょうねというのがその背もたれ椅子の、一つの鉄則になります。あとはコストがかかります。なんでかというと、まあ、ここ大手の企業はこうグイッと木を圧縮して曲げたりするんですけれども、僕らはそういう機会がないのでこれだけの幅の大きな木が必要になります。はい、分厚い木でさらにこっちも太い木、幅の広い木というのを使ってやらなきゃいけないので、背もたれの椅子ってなんであんな高いのっていうふうに言う方もいらっしゃるんですけれども、結構その材料費が大きなところを占めてますね。こういう背もたれ椅子は使い勝手が良くて憧れるけれども、ちょっとその作るには費用がかかりますよというところを覚えておいてください。まあ、例えば2倍材とかでも作れないことはないですね。丸ノコでこう切り込みを入れて、まあ、この形を作ってということであれば全然安くできると思います。はい、ただし、まあ、こういう形で幕板型にしましょうねというような話になりますね。あともう一つ、これもちょっと一つ家具を見る、もしくは購入する選ぶときに考えてほしいところなんですけれども、目切れという言葉を僕らはよく使ったりします。例えば今これできるだけ僕らの方でその会員さんを目指すときにできるだけ通直な木目、こう通っているような形の木目ですねを選んでお出しするんですけれども、目切れというのは例えば繊維がちょっとこう斜めだったり、もうこの足のところがこういう角度がつきすぎた形で入るようなもの、これを目切れと僕ら言います。そういうものっていうのは長年使っていくと結構そこから断裂したり破損したりということがよくありますね。はい、ということで、こういう、まあ、幕板型でこういうものを作るときには足は、まあ、通直にしてくださいねというような話です。はい、じゃああと最後その他の椅子ですね。一つはですね、まあ、板状の足に近いんですけれども、こういうふうに、まあ、一つのパーツ板で作られているものですね。合板とかで、作れるので DIY で作りやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、まあ、一つのサンプルですね。はい、あとはまあこれもイレギュラーなんですけれども、折りたたみのベンチですね。こういう形で折りたためますよと。これもすごいアウトドア用に DIY 用として、比較的簡単に作れるように組み立てたものです。はい、まあ、いろんなものがあるんですけれども、はい、あとはまあこの他の椅子として、このウッドポールっていうのがシマホですね。シマチューホームセンターで売られてたりしました。僕らはですね、ここ太さとかをいろいろ変えたいので市販のものじゃなくて、
樹脂とかも選びたいので実際に自分で丸棒を作ってで金具をですねねじ込んで作ったりします。はい、まあ、こういう形のものですね。でこのパーツとこのパーツがそれぞれ売られているというような形になります。だからまあ売られているものでしか選べないんですけれども、まあ、一般にあの DIY で天板がありますよと、じゃあ足だけ後つけたいなという時に、まあ、こういうものでこういうふうにねじ込んでいきます。ビスだけあればいいのですごい簡単ですね。息作るところまで締めたら、こういうふうに組み立てられますよというような形になってます。まあ、すごい使いやすくて結構丈夫なものですので、全然ありだと思います。そのねじ込み式ですね、これ僕らの会員さんの中でも、まあ、核のねじ込み式ってないのと言われたんですけれども、核のねじ込み式っていうのは基本ありません。なんでかっていうと、これあのねじ込んでいくとですね、最終的にギューッと締めてもうこれ以上動きませんよっていうところが一番強度の高いところです。なんですけれども、核のものっていうのはこうねじ込んだ時にその90度きっちりこの天板と合うっていうのが限らないわけですね。じゃあちょっと緩めて調整っていう形にするとここがグラグラになります。ですので核のものではなくこういう丸のものしか売られてませんよという形になりますね。であとまあよく聞かれるのがねじ込み式で斜めに、まあ、僕らは転ぶっていうんですけれども、四方転びにできるような形の金具ってないのというふうに聞かれるんですけれども、それも一般的には売られてません。まあ、なんでかっていうと、その転ばせるとどうしてもその何でしょう、要は負荷がかかるわけですね。まっすぐにこう押す力じゃなくて斜めに押す力になりますんで負荷がかかるという形になります。あとは角度も人それぞれその好みの角度っていうのが違うので、そういうものは市販では売られてません。で、まあ、どうしてもやりたいっていう方はここの部分ですね、ここの金具を取り付ける部分に、ですね、まあなんかちょっとその斜めのものを自分で作って忍ばせるみたいな方法も、まあ、無理やりやるとすればありだとは思います。はい、ということでですね、足物家具ということで、テーブルとかではなく主にスツールを見て、検証していきました。構造ですね、あと作り方、あとは強度ですね、がいろんなものが関わってきますよと。だから、これちょっと作ってみたいなというものがあったら、じゃあ自分が作りたいスツール椅子だったら、まあ、背もたれが必要だからこれは幕板型だなとか、例えばガタガタするところにちょっと置きたいからこれは3本足作ってみようかなと、あとはご自身のお持ちの道具の中で、できる範囲の中でやってみるのもありかなというふうに思います。ということで箱物に続いて足物ということでお届けしたんですけれども、次は、まあ、次回からはその箱物の作り方に一回戻って、またそのよく問い合わせの多いスライドレールだったり、長板ですね、あとはまあスライド長板、いろいろその箱物の家具に取り付く、金具などを見ていくようにしましょう。はい、それではご視聴ありがとうございました。